坂井殿、槍川の戦士はクロードに従うと申しております。恩に切るぞ、共にハーンを討とう。ここも人手が増えて嬉しい限りだね。他の皆は？みんな支度は済んでるよ。ハーンを殺せるのはこの対馬にあんたしかいないって先生が言ってた。一人では無理だ。しかも策がなくては。あいつは手下を従え港にいるよ。まず守りの穴を探さねば。その先にあるハーンの隠れ場もな。鳥にでもなれたら楽なのに。いいところがあったよ。闇が味方のうちに立とう。泉の港、かがり火台からならよく見える。登れればだけど。気づかれなければよい。いざ行くぞ。なぜハーンは泉に来たの？対馬から本土に渡り蹂躙するつもりなのだろう。今を逃せば止められなくなる。この花って俺の毒の元となる花だ。猛虎が摘んでいったんだね。我らを殺すために。毒を使ったこと悔やんでるかい？浅はかだったことは事実だ。真似されるとは思わなかったろう。資料を重ねれば大勢を危うくせずに済んだ。そうだね。ハーンを殺さなきゃ。すぐに。攻め入るのは無謀。崖側から回り込むぞ。物見の裏を書くのか。いいね。ハノイ。ヤクザの빛に힘은잘두고있대。オット、オクス、ペンドワン、ハルチン。ティルピスペス。マルネキョマルボ。ペンハラクタクルペン。Яцгач. Гэтэ болгоомжтой. Ахад үчээр бо. Тэг болох нь.
들댄드완おい、この靴は張った。てんてんなやつ持ってるちゃっとこい。エンテルサムライを渡った。樽の中身は何だろう。火薬かな。花だ。毒用の。一樽で何百人も殺せる。ハーンは本土で使うつもりだ。対馬から出してはならん。かがり火台から港を物見しよう。先に行って。嵐の前の静けさ。こちらの理になるやもな。今は火を消したままにしておくぞ。もうこの船の目指す印になってしまう。奴らが去ったらつけよう。さあ物見と行くか。こっちだ。良い案が出ると良いな。あの岩場から猛虎の水軍を見て取れる。ヒヤリがあれば船を真っ二つにできるのに。あの辺りに兵はおらんだ。開けてて守れないから。だが不意打ちには申し分ない。あそこに旧兵を置ける。猛虎を丘に誘い込むの。騎兵に囲まれてしまうだけか。鳥が弧を描いておる。何かが来るのを怖がってるみたい。嵐だ。じき陸に降り立つのだ。港の長の屋敷、あれがハーンの隠れ家かもな。船着き場にも水軍にも近い。賢いね。ハーンは本土に向かう手はずがついておる。船には兵も火薬も積んであるだろう。俺の毒も。対馬で止めねば。日の元が危うくなる。大風がいつ来るかが肝になる。大風が来ればハーンは船を止めねばなるまい。その時仕掛ける。
船も積み荷も壊してやる。そのためには兵器を盗まなきゃ。お主ならば安きこと。ふん。その後はどうする？小勢が猛虎の気をそらし、俺が港に忍び込む。そしてハーンを撃つ。いい策だ。では上学で司祭を決めよう。